ちょっとこのままの流れでいっちゃいますか。あいつが本当に最後の敵だったのか。まだ、いやでもなんかジャキラみたいな髪型が、もうなんかさっきからメールがすげえ来る。なんだ、M のメール。ニズ、はじめまして。背景 M 様、メールでは初めて。ローガンはミレーのおじいちゃんね。いやはや何分機会に分けて、ぜひ、あ、ところでもしなんか文字を打てるようになりましたら、え、ここで終わってんだけどボケかましてくんなお前ジジイが。お前 M さんやりました。データロムからダークポケモンリストを解析することが今回とりあえず29匹でしたけど、データはまだまだ残っているようなので。29匹って多分俺が解析したやつのことだよな。全然関係ないメールだったわ。てかなんか続いてね、これ何こいつ。パンパカパン、おめでとうございます。このタワーがオープンしてからちょうどあなたが1000人目。嘘つけ。もう1000、今日は、おぉ、そんなわけてぇって自分で突っ込んできたこいつ。寒いなお前。でもまだまだいるじゃんポケモントレーナー。ちょっと待って、なんかロビーの奥にいる偉そうなやつ誰かと思ってさ話しかけたらシルバーだったんだけど、お前何やってんだよこんなとこで。そんなことよりじゃねえんだよ、シャドウのボスが最終回の殺しちゃうのでお二人をお待ちかねてる。しかも最強のダークポケモン持ってるらしい。エムさん見れたね。はお前何してんのここで。え、ちょっとじゃあ、まだ行ける場所たくさんあるけど、これは何なの他の場所は。え、でもこれ全部ねトレーナーなんですよね多分。レベルが、あれかアイテムよ。いらっしゃいませ、お久しぶりですね。え、ずいぶん前にフェナシティでお会いしたじゃないですか。ああ、あれだ、ベイリーフベイリーフを返してもらうぜっつってる俺がベイリーフ取ったやつだこいつから一番。え、でどっかで爆風使ってるやついるんじゃないこれ。爆風くれよ爆風。さあせめてもの弟子として俺のメガニウムじゃなくて爆風でお前に特命させてやったわ。まあ、前のメガニウムはどこ行ったか知らないけど、俺の爆風はとりあえず元気でやってるから。まあまた会ったらよろしくな。うん、あのちょ火のやつ呼んでてくれ。おう、火の、お前の火の殻のやつちょっとマグマル連れて俺のとこ来いって言っといてくれ。呼び出しとけ。よし、じゃあちょっと一丁気を引き締めて行ってみるか。これこっからダンジョンが続くと思ったけど、もうこの上にいるってことはもうジャキラなんだろうな。なんと最強のダークポケモンってやつが楽しみだぜ。さあ最上階まで運ばれていって、でも言うてさあいつら全然出てきて、あ、いたセフィロス、ついにここまでやってきたな。いや見事なもんだ。 M 君、ミレイ君、あのさ、なんだっけ、あのハゲ、こいつらの出身地のさ花毛神拳のやつらまだ戦ってすらいないよね。スラップ団とは君とは絶対戦えない気がした。まさかここまで来てもらうとは。さあもうすぐ始まるぞ君たちの歓迎会かな。歓迎会、俺ももしかしてダークポケモンくれるんですか。エンテイか、エンテイ、ライコウ、スイ君、明け渡されてたからな。うわ、エンテイの銅像あるし俺がエンテイだけ捕まえたからこれエンテイの銅像しかないよ。早く追うよって。あいつどこ行ったの。あー、わざわざ最上階じゃなくてここで待っててくれたんだね。あ、ライコウの銅像もある。お、スイ君のもある、かっこいい。あ、ちょっと、え、そうだ、あっちはもう一つのエレベーターに乗れるんだ。あー、なので二つエレベーターがあって、まあ、対応なしところに乗ると、かっこいい構図ではないか。あ、ダメだ、もうこっちは乗れない。え両方とも乗れないじゃん。なんか降りてきたけど。え、なんか降りてきた。噂をすれば、じゃないこれ。来た噂をすれば、鼻毛神剣。まさか俺様のこんな顔忘れちゃった。その顔まさか、スナッチさん。俺こそスナッチさんのボス、ヘルゴンザ。ここに来て出てきたな。そうよ、ここはシャドウの。スナッチさん関係ないはず。関係、あのスナッチマシーンをただの窃盗団と俺たちに起こしたのがシャドウってわけ。あー、じゃあ、まあ別勢力っていうよりも下っ端だったんだこいつじゃあお前たちは、あー、ジャキラ様とか言ってるわこいつ。犬かよ、ジャキラの犬かよお前。お前は髪型で個性を出せない分ね、鼻毛で。てかバトルするのこいつを。え今からお前ラストバトルだと思ったらヘルゴンザー、シザリガーとザーテンギ、レベル高っ、ドン引きの高さなんだけど。しかも普通に強いポケモンできるっていう。まあだけどクルトがアゲマンペアならなんとかなるか、このレベル差。威嚇怪力求めていかない、まずい。じゃあシザリガーからやっていきたいところだけど、落とせなさそう。トイプルキックとツバサルツヤ両方弱点で入るザーテンギからツバメ返しなんて持ってんのお前、帰ろ。オッケーオッケーオッケー、半分今威嚇入ってるんで。さあ翼のやつ、シザリがあれば両方とも翼速いと思うから、あー翼のやつでそんだけ入んならダーテングは多分トリプルキックで持っていけるでしょう。
3回当てるよ、お前ちゃんと。1回、俺3回当てれば落ちてる。2回、頼む。よし。3回当てた。ダーテングかっこいいな。同じ花イカス族としては放っておけないわ。レベル45。割とレベル上がってきたな、こっちも。相手のレベルが上がりすぎてるけど。カイロス、うわ、口持ち悪い。口気持ち悪いポケモン。まあ、お前もツバメ、なんだこいつ。ツバメ返しをみんなに覚えさせたがりか。そんなもん覚えさせてどうすんだ。カポエラーキラー。だったら、シザリガーを殺すために爆風を持っていくか、焼き払う。カイロスを焼き払うか、一回。煉獄で。それもありだな。手っ取り早く、いや、焦らず行こうか。うん、ここは焦らずメガニウムから行こう。あ、いや、チクったかな。メガニウムだとカイロスに弱点つかれるけど、シザクロとかないから、この世代は。そんな大層な虫技なんてないはず。てか、毒毒入れた方がダメージになるか。まあ、とりあえず弱点つけるだけついていこう。はっぱかった。単体草技を持ってたらな、迷いなく出せるんだけど。こいつ、あ、でもシェルアーマーじゃなくて怪力バサミだったから、急所には一応当たる。葉っぱかったら急所に当たりやすいから、当ててくれたら地獄車だな。それ反動も痛いですよ。メガニウム、いやー割と入るな。メガニウム一番硬いのに打って、メガニウムがこんだけ入るってことは、シザリガの攻撃次第では噛み砕くと思ったらまずい。翼レッツ B 硬いからな。ヘドバック、は特殊、いやまずい。ヘドバックなんて持ってんの。技構成がマジでおめえ。そんなにしヘドバック。じゃあ、じゃあもう煉獄行こう。煉獄行って、とっとと、相手落とした方がいいわ。常に片方を落とすところを、持っておかないとカイロス落として、水の波動でワンチャン、次出てきたやつを混乱狙い。さあ、当ててくれた。当ててくれたなら、道は開ける。最初からこうしてくれたな。さあ、カイロスを出す。こいつもダークポケモン使ってくるのか。なんだろう、ハゲてるポケモンって言ったっけ。ハゲポケモン、ハゲてるポケモンといえばなんだ、ハリテヤマー。こいつがダークポケモンか。違うよな。熱い脂肪だったらめんどくせえな。熱い脂肪しかないんだっけ。根性ないか、この時代のハリテヤマは。わからん。大文字打っていいのかどうかが、ダメージ見て判断するか。クラブハンマーさんとも、あぶね。クラブハンマーだったらワンパンされるけど、いや、ワンパンされるんだったら、ここはあれか、日本バレで一回耐えて、日本バレでクラブハンマーの威力半減させて一回耐える。で、そんでもって次のターン、あ、違った、じゃあ水の波動じゃなくて、水の波動でこんな狙いに行ったけど、スロサルってよかったわ。両方の攻撃がエンテンに飛んできた場合はさすがに死ぬだろうな。水の波動で混乱してくれ、頼む。どうだ、オッケー。混乱した。そのための水の波動、クラブハンマー。これはおおよ、それはやりすぎでは。さあ、じゃあ、しかもわけもわからず攻撃している。これは潜在一軍チャンスだぞ。ハリケーンは放送中は日差しが強い間にあいつ仕留めよう。左側を、さすがに左込みの大文字だったらいくら半減といえど結構入るでしょ。オッケー、持ってきた。左側撃破。ハリテマは混乱してるんだね。焼き狩りの完成。残りはあと何体だ。エアームド47、やたら低いな。これダークポケモンかもしかして。なんでダークポケモンこんなレベル低く設定するの。エアームドか、大文字で焼き払いたいところだけどこんなハゲにな、使われてるのかわいそうだから。しかもなんか若干色違いみたいな色してるね。捕まえるか。ハリテマは地震まずくね、これ。耐えるか、あえて。耐えた。うわ半減でこの威力。本当だったらこの2倍出てるかな。大文字とバブル光線で、まずはあいつを落とそう。張り手間を落とそう。落ちるかな。あ、落ちた。熱い脂肪かと思ったけど、まあ、さすがにひでり込みの大文字耐えないかな。じゃあエアームド、いい感じに捕まえれそうだったら捕まえてみるわ。エアームドは普通に強いからなっていうか、マンタインと強なす存在だから、ね、さあ、ラストチャンス。こっちがもうパーシー半壊どころじゃない話なんで、これ捕まんなかったらバブル光線でしとめます。頼むぜ。タイマーからハイパーに変えたけど、あー、さよなら。エアームド全然仲間になんねんじゃん今回虫ポケモンだけじゃん俺の仲間に簡単になんの。
さ、まあでもこれでエアーブル飛ばせたら、まあ、経験値もらえて王たちのねレベルが上がるんで良しとしましょう。やっぱ俺はエアーブルじゃなくてマンタインだったということで、ハッサムだったらなジェガ火でも欲しかったんですけど、エアーブルはな、まあでも羽休みとかないからそこまで強くないか。腕を上げたな M、 こいつお父さん面しやがる。お前みたいな鼻毛面知らねえんだよ。どうだ M、 もう一度俺と手を組んで揺れ直さないか。俺とチート2人です世界は重いのは、入っていったらどうなんだろう。はい、その返事は本気じゃねえな。まあいいってことよ、どうせお前はもう後戻りはできないし、ね、さあ行きな。なんだこいつ、これ回復あんのかな。さすがに回復してくるからさ。よし、それじゃあいよいよ行くか、最終決戦。でもあいつらジャキラの後にスナップランとか行くのかと思ったけど、まさかのポットでの小物だったな。うわー、しかもポケモンコロシアムらしくちゃんと最後はコロシアムで戦わせてくれると。で、このスタジアム初めて見んな。さあちゃんとジャキラが出てくる。かっけえな、やっぱ主人公。ヒロインもなんかちょっと可愛く見えてきたな遅かったな、ヘルゴンザにやられたな。 あいつはもうね。さあ今からお前には償ってもらう。我々に多大な損害を与えてくれたその代償として、まあ、ダークポケモン、まあ、でもお前が作ったスナップマシンで撮ってんだから自業自得じゃねお前があそこえで、なんかもういいって、もういいって、いい、もういい、そういうの。そんなに大回収の前だとさすがに恥をかくわけにはいかないから、気づかない、いらなーい、君とのバトルいらなーいこれあれか、コロシアム好きだから多分決勝まで行けってことだろう。全部カットしてるからお前らなんて、大したポケモン出してこねえんだから、全部カット、お前全部カット、俺の経験値とか。おい、これ第2回戦とかさ、なんてないけど何回やらされるのこれライダーのイージーってお前。しかもさ、こいつはさ、白昼堂々とさダークポケモン使ってくるんだけどいや、これどっちがダークポケモンでも割と見た目好きだから使いたいぞ。さあ、え、あれ、これって復活なし、あれ、もしかして HP 引きすぎ。いや、HP 引きすぎだったら辛すぎるんだけど。アブソル、ちょっと待てよ、俺ね、カポエラ先発にしてたはずなんだよ。なのにこいつらが出てきたということは、うわ、これ HP 引きすぎだ。え、きつすぎる、それは。え、残り4体しかいないけど、こんなん聞いてませんけど。やばい、しかもなんかアブソルがめっちゃ可愛いから捕まえたいところ。うわ、暗いっす暗いすぎ。 A130 はダテじゃねえな。もうパーティー、あとあいつしかいねえよ、ニューラしかいねえよこいつ。いや、エンテ殺されたらってか、いよいよだな。グライナー落としてくれ、多分ついでにグライナーまで落としてくれないか。そう、アブソル捕まえてる余裕ないんで、これ捕まえたかったけど、まあ大丈夫、ダークポケモンはドラゴンボールで後から蘇るんで、まあとりあえず今は最優先は目先の敵だが、サメ肌、あー、なんとかこの敵は勝てそうだな。噛み砕く、でこれ煉獄やられるだろ、どうせ。耐えてくれ煉獄、耐えないか、この HP は。噛み砕くのエフェクトかっこいいな。しかも急所当てられたし、お、この勝負は勝てるけどって感じだぞこれ。パーティーもあとインスタとも爆風しかいねえ。この勝負すらちょっと勝てるか怪しくなってきたな。残り相手3、相手これ3体か、あ、こいつらが最後、まあ、だったら一応勝ちはもぎ取れるか。恩返しでまずグライナーを落とせ。お前の火力は本当にすごいほんと、まあ、125ぐらいなかったっけ、ニューラってマニーだったそれは。シンプルに俺になせてないかもしれない。お前 B も低いし、何ができるんだ。葉っぱカッターで、さあ効果抜群、これでグライナーもついでに落とせるから、まあ、グライナーにターンは回さないと。グライナーこんな見た目して素早さ遅いからな。残りサメ肌一体、いや、これはこの試合は勝てるけど次の試合がきついから、ニューラーのターンに元気のかけらでこのまま速攻イベント、回復する間もなく次のイベント入るから、とりあえず煉獄エンテイだけでもね復活させておき、自信だと。うわー、最もなんか最高率でこっちにダメージ与えてくる技できやがったけど、まあ、爆風は大してくれない。次の試合このボロボロのさ煉獄とさ爆風の2人で勝てるわけねえだろ。だけどこれ経験値で一応2人ともサメ肌が倒したらレベルアップするな。不思議な目とかもう使うか、急所 OK。 さあ全部でこれ4回戦でジャキラ、もしかしてこれ負けたら最初から
最初からだったらマジ泣くぞ俺。さあイージー、全然イージーじゃなかったお前、ハードだったお前、ハード。聞いてはいたら予想順強い。さあこれがまあ普通のコロシアムの形式だったら多分全4戦、次がセミファイナル。ジャキラ様回復してくれ、ジャキラ様。うわージャキラ様じゃない、ジャキラ様。逆にさあれだよ、試合前に回復してくれなかったらお前マジ出せよ、マジで出せ。あれだ、楽しみにしてた。こんな大舞台で戦えるなんて光栄だと思う。幹部昇進エンディ、ポケモンは3体だろ多分。ヘルガーコータス、うわー無理だそれは無理、その2体よりによってその2体って感じの2体来たな。いや諦めるな、諦めるな、諦めるな。こういう視線は何度も増えてきたかな。ここはどうせあれだろ、ヘルガーだろ、知ってる。まず元気のかけらがあと1個だけあるから、これを使って揚げ板を蘇生します。そして揚げ板に対して有効打を持ってそうなのはヘルガー側なんで、とにかくヘルガーを踏みつけでひるませ、ひるまないかな。ヘルガーから削っていく、いいダメージ。次の両方耐えて、いやでも耐えねえだろうな。おっきい、でかい。諦めなければこういうことがある。ヘッドロ爆弾、それメアリウムだよな。耐える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 。やたらヘッドバックとかつまめ返したらみんな覚えてるもんな。でこうのしかかりと踏みつけの両方が入んないと、だからヘルガーの方が素早いから、踏みつけでもう一回切れませないと勝ち筋は薄いぞ。どうだ、ひるめ、オッケー神踏みつけすげえひるむな。よしヘルガー突破、残り一体なんだ。え、このターンで、ここでヘルガー無償突破できたのはマジでかいぞ。エンテが食らってないから、攻撃を。マグカルゴ、うわ、微妙。天使の力ってあったかな、この世代。ヘドバケで落とされる。まあ、そのマンタインは特殊お化け、かつ、対炎のエキスパートなんで、まあ、岩技、でもなんか二人とも岩技持ってそうな見た目してんだよな。てか、あれだ、岩なだれがあるわ。素早さ遅いから、マグカルゴから、止めていくか。4倍弱点で上からバブル光線叩き込めるからいけると思うけど、うん、まあ踏みつけ一応しとくか、もしもの時のためにね。まあ、こうだしねってもよかったな。急所、あこの削りだったら絶対いけるわ。さあバブル光線、だから弱点つけたといってもマンタインの特攻マジ低いんで、よし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 。でこれでレベルが上がる。マンタインの残るはあのコータスが意味は岩なだれとか意味わかんない技してこなければヘドロバケなわけ。ヘドロバケだったらどっちとも大して致命傷ではなく、この HP 残るんだよお前。一応この試合で次がジャキラが、おお、まあ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 、こっちも2回切りましたんでね、お合いこと言ってるところで、まあこの試合だけ突破できればいいわ俺は。この試合突破できたら次がジャキラかどうか確認できるから。でジャキラだったら買って、ジャキラだったらもしかしたら回復させてくれるかもしれない。よくここまであの勝ち抜いたって。まあ、まずはお前たちのポケモンを回復しろと。ジャキラ大物感あるからな。ただ髪型がキモいだけの、キモいだけで終わるやつない。ひるむ、ひるみ率 100% かよ、この技。これ、毒でエンティは退場してしまうけど、マンタインが生き残って俺の勝ちと。よーし。あ、でこれ毒入んないじゃない、勝ったから。つまりは経験値をしっかりもらっていく。 OK、 3戦目突破頼む。4戦目ジャキラでやってくれよこれそしてあわよくば次ジャキラからのスタートでやってくれよ。じゃなきゃ無理、じゃなきゃ無理なんだ。どうだ、出てこい。ジャキラ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 、あー終わりだ終わりだよ。キャタピー一体とかにしてくれよ。もう歩くの遅いし、ムカつく。どんだけいいんだよこれ。最後の相手か、こいつが。いや、頑張ろう。元気のかけらはないが、エンテイが毒もらってんのが絶望的なんだよな。うわー、勝てそうなメンツ、しかも。いや、いける？トロピウスかっけ。絶対トロピウスじゃん、これ。ダークソー。毒は猛毒じゃないから、ここであれだったな、出てこないルビ様のポケモンがガンガン出てくる。あのユレードルが岩技を持ってるか持ってないかでだいぶ違うけど、岩技を持ってたらゲームセット。
すごい傷薬で万太郎さんに煉獄を補正させて、で煉獄が大文字をしっかりトロピューシに当ててワンパン。オッケー、これは引けるか。よし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 、ワンパンしてトロピューシ意外と D 型イメージだから、ここ突破したのはでかいぞ。ユレードルはな弱点つけないから、ラフレシャーいけるぞ。あいつが岩なだれ持ってなければ。原子の力どっち。いやそっちか、てか死ぬのか今。多分原子の力岩技あれなんですよね、全部物理だから。これ特殊だったら絶対万体に耐えてたのに。これはちょっと回復する間もなく大文字を、ここに来て外しちゃったか。お前もお前一番ダメな時に外しちゃったね。エンテーマよ、よく頑張ったか。ここまでさあ、これ原子の力ポッと毒ダメで死ぬだろうな。の力は強えよ。いやギリ耐えるけど、いやギリ耐えたところでだな。すごい傷薬使っても、うわーこれ当ててればワンチャンあったな。だからなんかさ、さりげなく相手もう一匹いたから、その大文字当てて残り一匹だけ見て次に生かすか。追いつかるじゃなくてまた一回戦目から始まるのかな。どこまで戻されるんだよこれ。どこのポケモンセンターまで俺今から追放されるの。ノッタスか、まあこいつ自体は強くないな。よしちょっと、まあ、メンツは変えずに、まあ、元気のかけらだけちょっと買っとこうかな。覚えてるよジャキラお前。戦う素振りしてこんなよくわかんないやつらいっぱい当ててきやがって。うわひどい、マジで1回戦目からだ。地獄。しかも元気のかけら売ってなかったし、うわーこれ誰も殺さずにさっきのあいつのとこまで行くしかねえな。じゃあさあもう一度最後の一人のとこまで来れたけど、まあねカポエラーとエンテイが犠牲になってしまった。こいつらいない、でもこいつらが頑張っておかげで4体無事なんですけど、あいつらいないとこれどうやって突破するか、かけらはねえから。ユレードルを死ぬ気で突破するのがまず第一の鍵な気がするな。毒毒をトロピウスに入れるか、トロピウスが何をしてくるかいまいち分かんなかったから、とりあえず毒毒入れとくか。アイアンテール当ててくれた、これ抜群だから結構入るんじゃない、いいダメージ。さあこれで防御力下げてくれたら次のアイアンテールでオッケー。えらいぞウナギ、ちゃんと毒毒を当てる。メガニウムマンタインのこの硬いラインが残ってれば、さああのユレードルさえ倒しておけばマンタインでどうにかなんないか。トロピウス毒を与える、あー空を飛ぶ系男子ね。なるほどなるほど、だったらまあスキル隙ある。お前これヘドバクも覚えてるのか。いない、絶対次の空を飛ぶがあいつ、まあ毒だ最悪。メガニウムに飛んでくるから、かといって下げるやつもいないか後ろに。ここは死に出しだな。アイアンテールをユレードルになんとか当ててやってくれればそれに越したことはないけど、まあ、一応葉っぱがあったらもうアイアンテール外してくれたね。ちょっといけ、よし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 、ユレードル突破したらマンタインが出しやすくなるから、でこれでまあ俺のメガニウムも持ってかれるだろうけど、11交換相手も残り3体だろ。ラフレシア、ラフレシアノクタスだろ。あとだったらいやってかここあれだったな、葉っぱカッターじゃなくて次の交代先に打点入るのしかかりにしてよかったな。ミスった、空を飛ぶ。でトロピウスは、まあ、ちょっと毒ダメで削られていくのを待つか。で次どっち出すかだな。こうマンタインか、いやあれだな、4倍弱点つけるインスタからいって、まあ、ここやる風大したダメージになんないだろうけど、まあ、素早さはね両方とも勝ってるから逆転しなくていいんですけど、まあ、シンプルな打点として高風を打ってもらうか。で怪力をラフレシアに打っておいてここやる風、これトロピースに4倍弱点でどんぐらい入るかな。さあ威力55、弱すぎた。俺が思ってる以上に弱すぎた。嫌な音打った方がまだ急所で、これ弱すぎる。抜群とは何だったのか。怪力どんぐらい入る、裏切りかかってるぞマジこの試合。あーいいダメージ。だったらマジカルリーフ、これはあれか、反対だよな、葉っぱがあったときやって。さあ次、まあ、頼む、立ってくれ。ラフレシアの攻撃ケドバック、ニューラだったら死ぬ。
でも幽霊なら持ってきた。いやー、やばい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 。やばいよー。まあ、いや、素早さ下がってて、揚げまんで上取れるわ。凍える風のおかげで。で、揚げまんと、うなぎの二重の攻撃でラフレッシャー落として、こいつは毒ってるから放っておいて、まあ、多分いけるだろう。こっちに二つ攻撃を飛ばす。怪力だけじゃ落とせないから。いや、空を飛ぶとかしてくれたら、一番楽なんだけど、その絶妙に届かないラインを翼で打ってもぎ取っていく。で、残り1体6だったろ。いけるぞこれマジこれ満身創痍の状態であいつ襲ってきたら、ジャキラ様襲ってきたら許さないから、マジほうとか出してきてひねり潰してきたら、エンテライクを推挙ほうみたいな。6タス、こいつは攻撃力高い、こう思って、まあいいだろう。毒のダメージはどんどん増えてきたら、むしろ光合成ずっとしてるけども顔は。トロピウスは、どうですかね、ノクタスは、ペラペラなんで、鈍速噛みたいっていうゴムポケモンなんで、まあ、2回攻撃は、あ、潰されてて、持っていけるか、これ。絶妙なラインだな。タイプ1弱点ですけど、持ってった。でかい。え？死んでないんだよ、こいつ。え？ズルしてる？ズルしてる！マジカルリーフ、うなぎに飛んできたら死ぬぞ。耐えてくれ。こいつあれだって大したないだろ多分。いや9勝8勝いわお前。こいつなんか気勝いとこ全部出してきたな最後の最後で。まあだけど俺の要塞マンタイン、アゲマンは裏切らない。今回の旅の相棒マンタインだな好きなポケモンがここまで活躍してくれると嬉しいね。さあノクタス倒してきて、タイマンでマンタイン倒せると思ってたか。お前毒入ってるからお前の方が来るだろう。光合成、オッケーオッケーオッケー。勝負が長引けば長引くほど、やっぱ毒入れてて正解だったな。毒なかったら光合成で粘られ負けしてた。翼打つ、まあ一発じゃ B 高いから落とせないだろうけど、急所は投げてくれ、投げてくれ、投げてくれ。あー、さよならお前、それ通訳するよ、打天使ひょー打ち落とされた、トロピウス。残念だったな。さあ、これでなんとか勝てたけど、ラストのやつまでお前は素晴らしいトレーナーだと言って、ジャキラ様が俺にトロフィーを渡して終わるっていうハッピーエンド。この強さ半端ない。さあどうなる、こっから頼むぜジャキラ様。ひどいよさすがに、ここで襲ってきたらもう本当にひどいよ。これでタイマン仕掛けてきたら、せめて回復させて。お、どうなった。いやもう BGM がおいお前これ見よがしに来たぞこいつ。怖い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 。ブラボーブラボー。いや大したものだ。このままシャドウのじゃ小バタトレーナーになるかないかね。君ならすぐにトップ下になるといったところだ。おかしいだろこの展開は。でおかしいって絶対頭こいつ。今からバトルで突撃の意思、貴様の惨めな姿を大感謝の前さ頭おかしいよお前マジで。うーわー、え、回復したいのこれ本当に。ジャキラ、お前、髪型キモ。え？メイキューとさ、もう、全然いっぱい出してくれじゃん、ポケモン。おおだけとかじゃないの。さ、俺は俺は俺、回復してる、回復してる。あ、回復してる、回復してるぞ。いける、じゃあ。じゃあ、いける。回復してんなら話が別だ。さあ、じゃあやろうか、ラストバトル。BGM ないんだけど。何この不穏な。え、これ。え、これバグってるこれ。なんかラストバトルなんでさ、BGM が一切ないんだけど。何この盛り上がらなさ。後付けでなんか BGM つけとこうかな。これ、いや、ちょっと利用するか。クルトガのヘイトを、いやこれ見切りで、絶対弱点は ついてくるんで。ダイモンズと噛みつく、どっちの方が入るだろうな。6体いんだろ、相手。ダイモンジの PP をさ、節約しながら戦わないときつい気がするんだよな。まあ、どちらにしろ一発で落とせないから、まずは噛みつくで弱点をついていく。いや、これ絶対バグでしょ、これ BGM 鳴ってないの。BGM 入ってないの絶対バグでしょ。こんな寂しいラストバトルあってたまるかって感じの、あれなんですけど。最近ね、シャア見切りで、最近ね、ファイ作戦成功。で、ここは一旦、クルト側引きますか。マンタインに引いて、サイキネをマンタインだったら受けれるから。で、2体にサイキネ打たれるのは勘弁ということで、ネイキを先に噛みつけておくと。調子いってこい。
受け性能だけで言ったら全部ポケモンの中でもトップクラスに入るこのマンタインとかいうポケモン、新しいあれでもね出ること確定、ガラル地方にもマンタインは出ること確定してるんで、早くクロバットが出ること。もうレイティオの動きすごいな。さあ BGM を BGM でね経験値ゲットして次のポケモン、こいつエスパータイプ使いなのか。オトセルが、うわ熱い脂肪だろこいつ、熱い脂肪だったらエンテのダイヤモンド入んないから、うわすげえくら、満タインにこんだけ入れるってとんでもないぞ。いやー満タイン出したはいいけどって感じだな。これは翼で打つを、いやじゃあ満タインは残しとかないといかんか。これ悩みどころ。で対して打点になるダメージ出せないから、一回ここは自分を回復して少しでも長引、場にいる時間を長引かせてもらって、差はないと噛みつく、ダイモンズ一発じゃもともと落とせないから噛みついていくけど硬いと。そうか、悪技あれなんだ、特殊技扱い。おお、ゾルゴになった。木登り変形がな、これあんま急所とかお前そういうことをしていいと思ってんのか。本当に殺せるか、誰で倒せるんだこれ。まあこいつ出すしかないな、やーべえなこれ。レベル差がきつすぎる。水の波動でとりあえずこんなん狙って、葉っぱカッターよりも10万ボルト、頭おかしいよ。このジャキラとかいうやつ、このジャキラとかいうやつ狂ってる、やってること。マジお前勘弁しろよ。え無理じゃんこれ、もうクルトガでイカフェル下げるけど、下げたところでだよなこんなの。まずはいや残りのポケモンだけでもちょっと見とくか。カッパカッター両方急所当たるとかいう、お前も急所当たったんだから俺だって全然食らわね、サレンダーしたい。これ負け目じゃね思ったけど、負け目だもん、だって BGM 鳴ってねえんだもん。おかしいよこんなのこんな絶対負け目でしょ。メロメロ気持ち悪い技使いだと思う。髪型も気持ち悪いし、健康も気持ち悪いし、性格も気持ち悪いな、全てにおいて気持ち悪い。まあじゃあここは一旦自分に技飛んでくるだろうから見切りしておいて、独特で打点が、いやもう葉っぱ型に行くよ、もうめんどくせえから。どうせ勝てねえ、もうこんな勝てねえよ、勝てねえ、負けイベ、負けイベだと信じまーす。あスペシャルアップを使った、あこいつ、え何やってんのお前マジで、マジで何やってんの。いやジャキラーさー、なんか君臭くない、ジャキラー臭えわ、なんか臭え、嫌われてるよみんなから、気づいてないと思うから教えとくけど、嫌われてる自覚がないのにね、そうやって自分を人気者と勘違いしてるとかやって見てられんわ。ジャキラーほんとスペシャルアップを使っても場所はもう、えジャキラお前ほんとキモいな、えキショ、シンプルにキショいわこいつ、キショい、え全身だけど M の手元にはもう戦える、えこれ負け目でしょでもこれ、さすがに目の前が真っ暗だった。さあこれでまあよみがえるんだったら、なるほどね、まあ今の俺のメンツじゃ勝てないとやつには。バシャーも触らないとトトゼルがまでは見えた、 あとネイティオかで、多分残り1は鳳凰で60レベル近くだろうから、まあちょっと次回、今回で終わらそうかと思ったんですけど、ちょっと次回最終回打倒ジャキラ編で、本当は今いるメンツが愛着一番湧いてるからこのメンツで行きたいんですけど、いやこいつが弱すぎんだよなニューラが弱すぎるから、ニューラをちょっとねこいつとかに変えて、いや変えてもいいかもしれない。また他のダークポケモンとか捕まえてレベル上げる場所がねえんだよな。でもまあちょっと次回までにいろいろ作戦考えておきますわ。それではね今回、まあ、かなりの幹部っていうかボス戦ラッシュだったけど、
まあこの反省を生かして、まあなんかおすすめのね戦い方とかあったらコメントとかで書いてくれたら嬉しいです。まあ、こんなこの世代のポケモンコロシアムの戦い方とか絶対詳しいやついねえだろうけど、そんな感じでまた次回楽しみに。ダートジャキラ待ってるよ。お疲れ様です。